こんにちは。あなたの本当の声を引き出すボイスコーチひろよです。はい、今日はですね、また再びとてもディープなトピックではあるんですけど、多分こう声を出す上でも重要ではあるんですが、こうあなたの生活の全てにおいてもう最も重要じゃないかっていう気づきが最近あったので、それをシェアしていきたいなと思います。それはどんなことかっていうと、一言で言うと、リアクションに侵されるなっていう感じです。タイトルすごい、リアクションに侵されるなっていうことですね。はい、一体これはどういうことかっていうとですね、そのリアクションって、まあ日本語で言うと、まあ、反応ですかね。もう瞬間的に反応してしまうことで、ほとんどなんかもう生きているとほとんどそれなんじゃないかなって思うことがあります。例えばどういうことかっていうと、私の場合よくあるんですけど、その言葉を言われるとカチンとくるみたいな、このシーンでその言葉を言われるとカチンとくるって感じですね。イラッとするとか、急に悲しくなるとか、そういうのがあります。それはもうある種のトリガーのようになっているって感じです。で、その時に反応してしまう自分の気持ち、まあ、ネガティブな気持ちになるって感じですけど、についてですね、それを止めることはかなり難しい。まあ、よく手放しましょうみたいな話をしている場合にですね、ここの部分を手放そうって言っている場合が多いんじゃないかなって私は思うんですけど、私はね、それはなかなか難しいです、私の場合。はい、なのでそれをどういうふうにうまくこう自分の中で収めていくかっていうところが重要かなって思っています。これ今私が話したのはもうあれですね、こう何、その言葉を言われるとこう反応しちゃうみたいな、めちゃめちゃだって女の子チックなお話だったんですけど、まあ、もうちょっと例えばですね、歌っている時っていうのもあると思います。例えば歌ってる瞬間に、あ、やべ音外したとかね、なんかそんなようなこと、あれ声ひっくり返ったとかってありますよね。はい、その時にその気持ちにですね、ずっと引きずっちゃうっていう、よくまあスポーツとかでもありますよね。はい、っていうことも言えるかなって思います。でもその反応してることって結局自分の気持ちじゃないですか。起こった事実は、例えば音が外れたとかさ、声がひっくり返ったとかさ、そんなような、まあその起こったことはそれに違いないんですよ。もしくは私のさっきの女の子チックになったと、相手がその言葉を言ったっていう事実に過ぎないんだけど、私の中で起こることっていうのはですね、事実に反応しているというよりは、何か私の、まあ、過去にあったトラウマなのかもしれないけど、そこにパッと結びつくってことなんですよ。でもちろんそのトラウマを外すってすごく重要なことかなと思うんだけど、まあいちいちそんなことしてられないじゃないのっていうね、そんな自分に向き合うことばっかりはしてられないよねっていう日々の中でですね、いかにそのね、リアクションに自分が持っていかれないかっていうことも考えることは重要かなと思います。さて皆さん、こういう場合どうしますか？ほとんどの場合、特に女性はなんですけど、ほとんどの場合はその気持ちにめっちゃ持っていかれます。でそれで例えば私のさっきの女の子チックなね、話で言うと、なんでそんなこと言うのみたいなそういう感じね、なんで今そんなこと言うわけっていう、もうなんか本題からずれたところにいきなり持っていこうとするわけですよ。でそうするとね、大体相手はさ、まあ、特に相手がもうこのパートナーシップがある人とかだと、え、また言ってるこいつみたいな、なんでだよみたいなまた同じ反応しちゃったりするわけですよ。はい、でまあそうなればもうね、拉致が開かない状態です。お互い止められないみたいなでもいいわよみたいな、もうなんかわけのわからない捨て台詞をしてですね、その、会話なり何が終了するみたいな。でなんかモヤモヤするわけじゃないですか、その日一日。え、もう全く時間の無駄だって思ってますよね。私もその通り。そう、それでそれをリカバーするために、なんかわけのわかんないさ、なんか甘いもの食べたり、なんかもうめっちゃそんなのは良くないって分かってんのにやるみたいな、分かっちゃいるけどみたいな、
もう本当にそれ最低。うん。でだからまあ歌ってる時でやべえやっちゃったとか言う時も、えあいつなんて言うかなとかさ、でも例えば相手がえそこなんとかだって言ったりなんかしようもんならばめちゃくちゃこうまた今度なんか悲しみの反応だったりっていうことに陥るわけですよ。もう常に気持ちに翻弄されるわけですよ。本当のあなたじゃないからそれって私は自分で思っています。ってことはですね、一刻も早くそういったなんか自分の中に湧き起こるわけのわからないリアクション、はい、そういうのを一刻も早く切り離すっていうことがこの切り離すです。これがやっぱり心地よく過ごすために重要かなと思います。で、切り離すといえばトカゲの尻尾っていうのを思いつくんですけど、トカゲなんかどこか誰かさ、あの敵に尻尾つかまれた。やべ逃げないとっていう時は自分の尻尾を切って、まあ、別にナイフで切るわけじゃなくて自動的に切れるっていうすごい関節なのか分かんないけど節の持ち主ですけど、それ切って逃げるわけですよね。なんかさ、私もそうなりたいと思うぐらいですよ。自分の気持ちがこうガッて囚われた時にね、その感情に、私の気持ちじゃない、私がその変な反応の気持ちにガッて捉えられた時に、ね、そこを切ってしまいたいと思うんですよ。いやー、じゃあ切ってしまいたいなら切ればいいじゃんっていうのが最近の私。さあ果たしてどれぐらいできるのかっていうのは自分で実験中なんですけど、うん、もう頭の中にはっきりとなんか斧とかさ、ナイフとかわかんないけど刀とかをもう頭の中に用意して、きたって言ったらパッてそこを切るみたいなね。でその切る行為っていうことを自動化させていることができたんですよ。なんかちょっと人間チックじゃないわけですよ。なんか気持ちに持っていかれるって結構人間チックなんですよ。人間チックだけど、そこ切ってしまうと全然こう人間チックふーんみたいな反応になるっていうところで、なんかね、その私は人間チックが好きって思ってたらしくって、そこすら切る、うん、でも初めはものすごい頭の中によしよし、なんか来た瞬間にパッとこうそういったね、こう切る何かを用意、頭の中に描いておいてスパッと切るみたいな、はい。でそれをしたら、その切り捨てたそのわけのわからないネガティブなエモーションをそこに置いて、さっさとその残りのね自分らしい部分をこう回復させるみたいな。そう、まあ回復させなくてもいいんだ、もうそのままで十分なんだからさ。でそうできたら何がいいって、ここのメリットを抑えるとすごく理屈に落ちると思うんですけど、何がいいって自分が心地いいで、何がいいって自分が心地いいと相手も心地いい、それに反応しないもの相手が、まあもちろん元々の種は相手がね私にくれたんじゃんっていうふうに思うかもしれないけど、まあそれも許そうね、そうだったとしても、そう、それはもう相手のことをどうこうはできないので、あんたの性格がとかって言い始めてももう全くあのなんていうの、無理、人のことは変えられないですから、はい、変えたいけどね、私はしょっちゅう人のことを変えたがる体質なんだけれど、そんな私ですら思うのはやっぱりまあ自分のことの方が重要って思った方がいい。で自分が心地いい状態に、常にもう楽しいじゃんみたいな状態に自分を置いといてあげることがどれぐらい長くできるかが一本勝負って思ってます、自分に対しての、はい、という意味でですね、リアクションに侵されないっていうことがもうね今やちょっとメインな課題になってるね、うん、こう結構ね最近できるようになってきたような気がしていますけれども、それでもね1分1秒ですよ、何かに反応したくなるっていう自分がここにいるのね、その反応すらもう止められないから、うん。なのでまあこの切り捨てるっていう、その時に頭の中にもうはっきりとした何かね、こうなんだろうね、好きなもので構いませんから、私やっぱ日本刀からピシャッっていうそれを頭の中に思い描いておくとですね、なんかサイっていう感じでいいですよ、はい、っていうお話でございましたですね。快適なこう自分に置いておくこと、そしてそうするとですね、快適な自分の声が
出るようになりますよ本当に。これさ、なんかどれだけボイストレーニングっていうか、こうパッ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 パってやるより、やるよりとは言わない、やるのはいいことだけど、やりながらこっちもちゃんとやっていくとですね、両輪で回っていきますよという話でした。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。あなたのお役に立ったら嬉しいです。気に入ってくださったらと何、チャンネル登録、それからいいねボタンもお願いします。最近あまり募集してないんですけど、まあそろそろね、ちょっとまたメルマガもいろいろ新しくして、まあ、こういう精神的な話をしていきたいかもって思っていますので、もしよろしければですね、メルマガのね登録もお願いしたいなって、お願いしたいっていうか、してくれたら嬉しいです。はい、そうね、やっぱり今本当に時期が変わろうとしてるよ地球は。皆さんの上にもね、いろんな驚きやいろんな気づきがあると思います。ぜひコメント欄に書いていただいてね、シェアしていただいても嬉しいです。それではまた。